立ち上がる土の子の模型、コレクトクラブより、土の子は日本に生息すると言い伝えられている未確認動物の一つ。横槌に似た形態の銅が太い蛇と形容される。北海道と南西諸島を除く日本全国で目撃例があるとされる。イデミチサダ、シナノに描かれた野槌。下記の水山の画と共に、 最も古い土の子の図像と言われる。アゼタ水山、野山草木通信に描かれた、野槌土の子という名称はもともと、京都府、三重県、奈良県、四国北部などで用いられていた方言であった。わらうち仕事や絹ぬたの際に用いる、叩き道具、横槌に、この生物の形状が似ている、とされることにちなむ。東北地方では、バチヘビとも呼ばれ、他にもの槌。 縦繰り返し、土んぼ、土蛇、土転びなど、日本全国で約40種の故障があり、の土と土転びは別の妖怪として独立している、例もある。和漢3サイズへの、の土蛇、根弱が届く100機の、の土横土。この道具に、姿が似ているから、土の子とされる大半は、土の小池鳥が、条件となっている。なお、 現在も賞金が継続されているかは不明である。東青字と影、ありがとうございます。